皆さんこんにちは、トキの空です。はい、お待たせしました。ということで今日はですね、もうここにも見えていたりタイトオンラインクレーンプレイ中とか、まだプレイじゃないですが、やっていこうと思います。ツイッターでね、お知らせした通り、今日この後、まあ眠りも書いてありますが、21時から株式会社タイトーさんとのタイトーオンラインクレーン、略してタイクレさんとね、コラボ景品第2弾がね、稼働を開始いたします。ありがとうございます。ごめんなさい。いやー、前回はね、たくさんのクッションをね、ゲットして、こうみんなにね、いいところがね、見せられたんじゃないかなと思っています。みんなも楽しんでくれたかな。通るぞー通るぞー、ということでね、はーい、楽しかったね。やっぱ第2弾ができて、私すっごく嬉しいよねさて、改めてね、タイクレの紹介をしていこうかなと思ってます。タイクレは365日24時間 PC やスマートフォン、タブレットからね、いつでもどこでも本物のクレーンゲームをね、プレイすることができるサービスです。80秒以内ならね、クレーンの位置を何度でも動かしてできるので、まあ私みたいに初心者の人でも安心してね、遊ぶことができますよ。獲得した景品プライズはね、家まで無料で配達してもらえるんだよ。お泊まりしてる、ほんと。はい、というわけでね、今回投入されるのは、タイクレ限定のね、トキの空ビッグぬいぐるみなの。この後ね、配信終了後、21時から数量限定で、稼働が始まります。またね、前回、とっても好評だった、覚えてる？こちら、ロングクッションでしょ？ロングクッションの方も追加投入されています。やったー、やったー。ということでね、この前ね、取れなくて悔しいよーと思った人、ぜひぜひどちらもやってもらえたら嬉しいなーと思います。あ、みんな喜んでくれてる、よかったー。そしてですね、いやー、実は私はね、ちょっと目の前にね、ぬいぐるみ持ってるんですよ。持ってるの。ちょっとね、それの感想をね、言ってこうかなと思ってます。まず一つ目がこちら、見てこれすごい可愛くて、もうね、髪とかもね、ちょっとね、ふわふわなんだよね。お顔とか髪の毛がすごくね、あ、初見さんこんにちは、柔らかい感じで、なんだけどすごい布がね、なんかポン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 ってすごい張りがある感じで、すごい可愛いの。なんかね、みんなね、来てびっくりすると思う。予想以上に大きくって、で、なんかね、ずっしりしてるように見えるんだけど、意外とね、軽い感じ。タグもついてますね、かわいい。リボンとか、こう足のね、再現もね、すごいされてるし、私ね、このね、目パッチンってしてるね、顔がすごい好きで、結構大きい。こう手のひらには乗らないなって感じ。両手で、私は女性なんですが、女性の手、まあ男性でもかな、手のひらを縦にこう乗っけた感じで、ちょうど同じくらいの高さかなって感じかな。結構大きいですね。そしてこのね、顔が
2種類ありまして、もう1種類がこちらです。こっちの顔もね、かわいい。こっちはね、もう笑顔がにっこりしてて、あ、こっちでね、言いたいことはね、このニコニコした顔の方もなんですけど、髪型ですね。あのね、ついてるこう私の髪飾りがね、すごいピョンピョンってね動くんだよね。それがねすごく可愛らしくて、ちょっとねこうバーイって上下に揺するとこの髪の髪飾りがねすごくヒラヒラするのがねとっても可愛いです、ね、すごい優しい顔してるし、こっちもねパンパンパンってしてて、お顔パンパンパンってしててね、そこなんか弾力があって触り心地がいいですね。あとスカートとかもすごいヒラヒラしてて、これはねなんかね保存用と抱きしめる用がね私も欲しくなっちゃうっていう感じです。後ろの尻尾もね、尻尾大好きな人みんないると思うんですけど、もう尻尾もすっごい可愛くてね、なんかポンポンがついてるの。どっちもね、左右に今左右並べてるんですけど、並べるとねすごく可愛らしくて、こう見てるだけで癒されちゃいますねっていう感じです。うんうん、皆さんどうかな、こう私のこう喜んでる感じ伝わったかな。おお、尻尾やったー。そう、今日9時からなので、私がね、試しに、やっていくので、ぜひね、私のプレイを参考に、みんなやってもらえたら、嬉しいです。めっちゃ伝わったー、やったー、伝わってよかったー。じゃあ早速、やっていこうと、思いまーす。いきますよ。スタート。スタート。あれ動いてる？あ、こっちか。やば、どうなんだろうな。まあ、基本的には、え、これどっちの取るんだ？こっちか。どっち取ってもいいのかなこれ。あ、たこ焼きかこれ。あれ？これ以上いかない？はい、キャッチ。意味のわからない動きしてた。あれ？キャッチ。あれ？あ、動いた。コンティニューしますよ。行くぞー。行くぞー。あ、こうドキドキ感が、あー惜しい。あー、でもでもでも見て見て見て、すごい。あ、今来ました。こんにちは。あー、こう応援しながらみんなでね応援し合って、あー惜しい。また笑っちゃっ、なんか笑顔のやつが、あ、笑顔のやつしか選んでない説もしかして、ちょっと戻ってる。
どこを取るのが正解なんだろう。頭の方をこんぐらいから、これどう、こっち向いた。頑張って。どうしたらいいんだろうな。今度こそスタート。足側かな。腰の部分を引っ掛ける。あ、腰ね。このぐらい。あっ、おっ、いや、これいいかも。ついたら落ちそう。この前の押したら落ちるみたいなやつと一緒じゃん。今度こそ取れる。いや、これはまた腰でしょ。かも。橋落としってなんだろう。ちょっとやってみようか、橋落とし。なにこれ、どうやってやるんだろう。いや、かわいい後ろ。じとめの私がこっち見てる。これは何、ど、行くぞ。何、どうすればいい。どこに落とすの。右側に落とす。あ、なるほど。だから、転がせばいいってこと？頭、重いから、頭は厳しいと思うんだよね。ちょっと右側に、寄せて、どこだ？あ、全然違う。ここかな？ここら辺にして、腰を狙って、グン！みたいな。グンみたいな感じで行かないかな。ちょっとやってみる。初めてだからね。あれ？あ、いた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 。うんうんうん。どうなるんだこれ。おお！右側に寄せるんだ。ね、どんどん左に行くよ。あ、戻った戻った戻ったよ。あら、足に行っちゃったわね。あ、おお、いいねいいね。なんだこの状況は。
なにこれ、どうしたらいいんだろう。待って待って、あー難しいね、初めてだからね。あっ、あーすごい音待って、すごい、めちゃ、え、なんで、なんでどうしよう、あ、どうしよう、今度こそ何もない、何もないよ、どうしよう前に落としちゃった、またやっちゃった、どうしよう、どうしたらいいんだよ。から最後にどれかをやりましょうか。時間置き、橋落とし、たこ焼きのどれか。あ、時間置きが見たい。さっき時間置きこっちでやったから笑顔の方でプレイしよっか。こんぐらいで頭を狙ってキャッチ。さっきと一緒でいいのかな。さっきはたまたま運だった。あ、これですよ、必勝法、これです、やっぱり。ここら辺かな？ここら辺。で、腰を狙えば、さっきと同じならいける。あ、ダメだった。さっきと、あ、行き過ぎた。押しちゃうな、これ。あ、あ、いけるかも、いけるかも。これで引っ張れるでしょ。あ、そう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 ！そうです、そうです！これ、これ必勝法です。取れました、取れました、取れました。やったやったー。皆さんいかがだったでしょうか。私のプレイ参考になりましたか。今回はダイクレザーのぬいぐるみチャレンジでした。いや、ほんと楽しかった。あー、楽しすぎてもう終わるのが悲しいけど、みんなにたくさん遊んでほしいので、ここで終わりにします。